F-TypeフェイスリフトJaguar F-Typeはイギリスの自動車メーカーJaguarが2013年から販売しているスポーツカーである。CX162011 年9月フランクフルトモーターショーにて CX16 として発表された。3.0L スーパーチャージャー付きガソリンエンジン、8速、オートマチックトランスミッション、運動エネルギー改正システムが搭載された。F-Typeは X152 というプロジェクトコードで開発された。2011年7月のフランクフルトモーターショーで発表されたコンセプトカーである CX16 とほぼ同じサイズである。最初はソフトトップのコンバーチブルが発表され、ロサンゼルスオートショー2013にてクーペ版も発表された。2014年6月24日、F-Typeプロジェクト7が発表された。限定250台。2016年3月1日、ジュネーブ国際モーターショーにて F-Type SVR クーペが発表された。2013年5月、F-Type、F-Type V8S の販売開始。2014年1月、F-Type クーペ、F-Type S クーペ、F-Type R クーペの販売開始。2014年1月、コンバーチブルの2015年モデル発売開始。F-Type S コンバーチブルが追加された。2014年11月20日、2016年モデルが発表された。新たに 4WD 車、F-Type R クーペオードが追加されたほか、F-Type S クーペ 26MT が追加設定された。F-Type S コンバーチブルはカタログ落ちとなった。2016年1月6日、特別仕様車 F-Type ブリティッシュデザインエディションが発表された。20台限定。2016年5月20日、F-Type SVR クーペ、F-Type SVR コンバーチブルが発表された。エンジンはスーパーチャージャー付きの5リッター V8 で、最高出力 575PS、最大トルク 71.4kgm。2017年9月29日、2018年モデルが発表された。2リッター時か4ターボ、インジニウムガソリンエンジンが追加設定されたほか、ラインナップが拡充された。また、2018年モデル限定グレード400スポーツが発表された。2018年6月4日。2019年モデルが発表された。また、日本での発売5周年を記念した特別仕様車 F-Type フリースタイルが発表された。限定15台。2019年7月19日、2020年モデルの受注が開始された。また、2020年モデル限定グレード、チェッカーフラッグエディションが発表された。2013年度のグッドウッドフェスティバルオブスピードにおいて、F-Typeをベースにしたプロジェクト7が公開された。車種とボディこそF-Typeコンバーチブルのものを流用しているが、エンジンはスーパーチャージャー付け 5.0L V8 になり、最高出力は 550PS に向上した。プロジェクトを率いたのはイアン・カラムで、スタイリングは1950年代にルマンで優勝した D-Type にインスパイアを受けており、ドライバーズシート後方に長く伸びたフェアリングが大きな特徴である。ちなみに、プロジェクト名の7は、Jaguarがルマン24時間レースで7回優勝したことにちなんでいる。2020年1月2台目のJaguar F-Typeの受注が開始される。ヘッドライトは縦向きから横向きに変わり、LED を採用テールランプは丸から四角くなり、内装では 12.3 インチのインタラクティブドライバーディスプレイを装備したことによって、より近代的な印象になった。エンジン性能などは変更されていない。Jaguar、新世代スポーツカー、CX16 を発表。ビデオも公開。2013年9月14日閲覧。Jaguar F-Type、ザ・スクープピックス。カーマガジン。2012年7月4日閲覧。Jaguar CX16 コンセプトザファーストオフィシャルスケッチカーマガジン http://www.carmagazine.co.uk ニュースサーチリザルツファーストオフィシャルピクチャーズ Jaguar CX16 コンセプト -2011 The First Official Sketch 2011年9月11日閲覧 LA 賞2013 Jaguar LA オートショー2013で F-Type クーペを世界初公開2013年11月6日閲覧Jaguar F-Type プロジェクト7を市販化ニュースウェブクグ2019年6月30日閲覧。ジュネーブ賞2016の会場から内装、外装など14枚、画像、写真。ウェブクグ2019年6月30日閲覧。Jaguar F-Type日本発表。2013年5月26日閲覧。Jaguar新型 F-Type クーペの予約受注を開始。2014年2月2日閲覧。Jaguar F-Type コンバーチブル2015年モデルを発売。2014年2月2日閲覧。Jaguar F-Type クーペに 4WD と 6MT が登場。ニュース。ウェブクグ2019年6月30日閲覧。Jaguar F-Type に20台の特別限定車が登場。ニュース。ウェブクグ2019年6月30日閲覧。Jaguar F-Type に最強モデル SVR 登場。ニュース。ウェブクグ2019年6月30日閲覧。Jaguar F-Type の2018年モデルを発表。ニュース。ウェブクグ2019年6月30日閲覧。Jaguar が F-Type のコネクテッド機能を強化15台の限定モデルも。ニュース。ウェブクグ2019年6月30日閲覧。株式会社インプレス。Jaguar F-Type 2020年モデル受注開始。限定グレードは、勝者を示唆するチェッカーフラッグエディション。カーウォッチ2019年7月19日閲覧。Jaguar F-Type ベースのワンオフ、プロジェクト7が、グッドウッドで披露。応答ブログ日本版2018年7月8日。閲覧。ありがとうございます。